今ライバーをやってきてるんですが、2年もやってるといろんなライバーさんが、まあ、入ってはくるんですけど卒業していったりとか、そういうのをいろいろ経験してきて、まあ、私もいつかはココちゃんを卒業する日が来るんじゃないかなっていうのを思っていて、で今回このお話をいただいた時に、もし私が卒業しても、まあ、あるいはリスナーさんが卒業したとしても、ずっと形として残り続けるものはすごくいいなっていうふうに思って、あの今回参加させていただきました。すごい気さく、ずっと歌とかも聴いてたので存じ上げてはいたんですけど、すごいこういい意味で感覚が近いというか距離感も近く、あの話しかけていただいたのがすごい嬉しかったなっていうふうに思ってます。はじめまして、黒崎もとしです。これの他にカラーズさんが主催してる、あの12月にあるライブに出れるか出れないかっていうコアファン人数っていうのを競うやつがありまして、その話と一緒にこの話をもらって、でその時2位で終わったんですけど、ちょっと悔しかったのでこっち頑張ろうと思ったら、こっちも2位でした。すごいすごいすごくないですでそれで僕あの宮崎出身なんですけど、で宮崎フリーダムっていうのを毎年やってるの でその時にミミさんを毎年僕フリーダム見に行ったので、すごい、まあ、遠くからですけど見てたんですけど、まあ、今日こうやって近くで見させていただいて、で僕芸能活動もやってるので、なんかすごく勉強になることばかりだなと思ったので、今日はたくさん吸収できたらいいなと思ってます。僕ちゃんでライバーしてます、ゆうです。今回の PV に出たきっかけは、知り合いのアーティストさんにこういうことやってるよって教えてもらって、あの応募をしたんですけど、ココちゃんの知名度だったりとかライバーの知名度っていうのをもっと上げられたらなと思って参加をしました。明るくて優しくて、なんかやっぱこう歌を歌ってる時はやっぱ表情変わったりとか、すごく素敵な方だなと思いました。はい、あかねって言います。私がライブ配信をやっている理由が、どんどんライブ配信の画面から外に出ていきたいっていう、あの思いで常に配信をさせていただきました。でその時に木道山さんとミミさん のお話をいただいて、すごく大きなチャンスだなっていうのをあの感じて、ライバーさんって本当に個性が強くてすごく一生懸命頑張っていて、これから可能性をあの多く秘めていると思います。ただただ今回はめちゃめちゃ上げ上げで盛り上げて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それ絶対あるでしょ、グラサンの部分それ絶対あるでしょ、心に余裕ができてたでしょ。よし、じゃあこの部分は、上に2にも入るからさ。あ、そうなの。うん、2に離れていく。じゃあ、2にこのぐらいで、うん、
それを計算して計算。なるほど。素晴らしいって言いましたね。すっごいちっちゃいので聞こえてました。黙っときます。花火、ミミ、右動画、うん、あー、いいね、いいですよ。あ、いいね。で、これ後ろから見ると、背中から見ると8月8日、花火、かっこいいよな。かっこいいです。めちゃくちゃ。あ、飛び散りやるんですか。そういうの、いやあれだから、結構違うんだ。あの、しびると思うよ、こうなんない。当たり前になってるからさ、みんなさ、こうやって自撮りで撮りましょうって言って顔見た瞬間さ、もう顔ちっちゃくなりすぎて、自分がですよね。そう、もう半分目みたいな顔になって、顎が超なくなって、顎超なくなって、みんなこのぐらいやってるんやと思って。でもやりすぎだよ。
かっこいいですね。てかマジでナンバーズの作ったのがかっこよかったな。うん、ナンバーズほらもうこう上がってる花火が。でも僕も歌い出してる時は立ってていいと思います。逆に言えば、ミキさん立ってる時、ミミさん座ってて、夏ガーの時ももう立ってる方がいい。うん、立ってる方が、あの単純に絵として歌ってる時はかっこよかったんで、座ってるやつはインサートで撮ると思っておいてもらって、うん、せめて私では立ってる、私でいいかも、ね、だから座ってる最初の感じはいいかも、ね、うんうん、はい、ありがとうございました。撮影、僕も大阪人なんでね、みんみさん撮れることは光栄ですし、はい、でしかもかなりね、お二人にとっても大事な作品になったと思うので、僕にとっても代表作の一つになれた作品だと思います。はい、まだ編集してないけど、はい、はい、楽しみです。ここから僕は大事な SD カードを握りしめて大阪に帰ります。ここが一番緊張あるんですよね。なくさない。データ消えたらどないしようとか夢にうなされながら帰ります。はい、監督すいません、質問入れていいですか。はい、あ、どうぞ。はい、明らかにめちゃくちゃいい撮れ高でとか、はい、これ使ってほしい、はい、これ使ってほしい、やっぱりこれ使ってほしいみたいな形に今なってると思うんですよ。はい、どうするんですか。どうしましょう。1時間ぐらいで MV 作りますから未発表の素材とかもどっかで発表できるようにちゃんと置いときます。だから何なりとこれ実は YouTube チャンネル の、はい、スタッフから、はい、森さんが多分、はい、撮ってるんですよ。だから多分めちゃくちゃ喜ぶと思う、はい、ありがとうございます。いやよろしくお願いします。ワーク楽しんでやります。ありがとうございます。ありがとうございます。電車のシーン多分いっぱい出ると思うんで、息子が電車好きなんで、ぜひじゃあ多めで。私仕事ですか。こんなお父さんこんな撮ってきたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。